それではギャラリートーク午後の部を始めていきたいと思います、午前の部に代わりまして企画進行を務めさせていただきます美術大学修士課程美術専攻日本画コース松木さくらと申します。本日はよろしくお願いいたします。司会は世代なもので至らない点も多いと思うんですが、温かい目で見守っていただけると幸いです。では5階、4階、3階と下に下って見ていきます。5人の作品を見ていきます。5階はテイさん、4階ドルさんとボーさん、3階青木さんとテラノさんという順番で見ていきます。では5階のテイさんからは始めていきたいと思います。こんにちは、テイ・ピンセンと申します。中国が可能な留学生です。ティーさんは、これ、セーセール天と坂上、はい、どちらも星があって、水があってって書いてると思うんですけど、なんか、こう、コンセプトとかそれぞれ同じだったりするんですか？そうですね、私は大学院の2年間はずっと人間と自然との関係を研究していて、この2つ作品にそれともこの一定と水、あとはこの見えない木を表現していて、一定は常に硬いイメージがあって、この水は柔らかいイメージがあって、この2つのコントラストはとても面白いと思って、あとも中国伝統的な哲学の中にもこの上善若水という言葉があって、その意味はこの人間の最高級の美徳は水のような感じです、ですから、この石と水は自然界の物質じゃなくて、まるで人間の道徳の象徴です。なんかそのテイさんのコンセプトとか公表の時とかも聞いてて、すごいなんか詩的だったり文学的なような感じがするんだけど、なんかこう絵を描くにあたって影響されている文学とか思想とか、そういったものはありますか？はいはい、あります。なんか私はずっと小さい頃から、うちの父は哲学の教授なんです。小さい頃からずっと父からこの中国伝統哲学の知識を勉強していて、無意識にこのような思想をずっとこの作品の中に無意識に使っていて、今のこの作品、このような作品を、なんかお父さんがそういう哲学の教授だから、小さい頃から自然と弊社に無意識に刻み込まれたみたいな、そういう感じ。はい、そうです。なんかやっぱりそういうのはなんか中国だとそういう教育みたいなのをやっぱり重きを置いているっていうか、結構ポピュラーに学校とかで習うのが、そんなにポップはではないこの、あとは家庭教育みたいな感じで、それぞれの家庭は違う教育方式があって、学校の中にはそのような道徳の教育は特にないんです、はい、あとはこの中国伝統文化に興味がある人はこの道徳に関する問題は関心を持って、この深く研究して、そのような人がいます。設定さんはそういうのが結構もう吸い込まれて、作品にも自然と反映されているみたいな感じが、はい、なんかこのセセール展の作品とさだなみの作品は結構、はい、こっちは色があって、こっちは割とこの黒に近い感じで描かれてたりするけど、はい、なんか描いてる上で違いみたいなのは意識
ってたりしたんですか？ああ、そうですね。これは、多分この炭と木炭、あとは砂、この3つの素材だけ使っていて、しかしこれは、まあ、だいぶはアクリルなんです。この石はこの森明市場と砂、この2つ材料を使っています。まあ、この作品は、もともとは友人の写真です。まあ、この双子玉川で、この友人はこの写真を撮って、まあ、そこはとてもモダンのイメージがあって、しかしこのようなワンシーンは青室みたいな感じ、まあ、私たちでしたこの都市人、この忙しい生活を癒される感じがありまして、まあ、あとはこの作品の中に水はそんなに流れていることではないんですけれども、まあ、とても深い色を使ってその水の底にとても力があることを感じられます。なんかこっちの生成流剣っていう作品は灰紙っていう紙を使ってるみたいなんだけど、それって和紙とは違う感じなんだ。はい、厚さは近い、駒肌和紙と近いですけど、多分作り方はちょっと違います。これは中国少数民族大族2000年前が使っている紙です。大族人はこの紙を壁紙みたい感じを使って、虫を受ける、じゃあ和紙とは結構厚さも違うし、書き心地も全然違う。なんかその廃紙を使った理由みたいなのはありますか？やっぱりはこの廃紙、もともとはそのちょっと黄色っぽい感じがあって、それは結構なんか昔の感じ、古い感じがあって、その紙を見た瞬間、あ、これだ。紙の字とかってここら辺に残っていたり。はいはい、そうです、ね。じゃあなんか余白が多い。そこは全然書いていない。じゃあ割と白っぽいところは基本紙の字が残ってて。はい、そうです。なんか結構意外とぱっと見色絵の具とかで塗ったように見えるから、それはきっとまた違って見えてきてます。いや、なんか聞きたい、ていさんのこの作品について聞きたいことがあれば何かありますか？こっちの僕から向かって左側の、作品がどちらかというとその西洋を表しているような印象を受けて、右側は逆に動きがあるじゃないですか、はい、それと同時に、石の表現がこちらは非常に写実的であって、こちらはどっちかというと、抽象的というか、配置とかがちょっとリズムがあるように見えるんですけども、それはあえて対比して、描いたんですか？そうですね、この2つ作品はほぼ同じ時期に描いている作品です。これは確かにめちゃくちゃ東洋の感じがあって、こちらは西洋の感じがあって、私にとってこの西洋と東洋は、とてもミックスしている感じがある、多分このアクリル
の材料ってとても西洋的感じ、あとこの、まあ、立体的な石、この2つ作品の中にこの思想は共通していると思います、はい、私にとってこの技法と画集は、そんなに気にしていない、描きたいなら描きます、はい、大体こんな感じです。一時期その日本人のそのいわゆる写実的な日本画っていうのは、はい、結構こういうスタイルが多かったような、僕が印象を持ったんですね。でむしろこちらの作品の方がなんていうのかな、その東洋的というか、そういう昔からのその精神であったりとか、あとは、なんだろう、表現方法とかそういうものを、見ることができると思うんですね、はい、ただその石の配置とかがすごく面白いし、はい、なんかそういうところに少し現代的なエッセンスがあるのかなっていうふうな、ですから先ほどちょっと僕が質問したみたいに、はい、こちらとこちらの作品が非常に対照的なんで、それが一緒に並んでるところの面白さっていうのもあるかなと、はい、多分はこの作品はずっと無意識の状態で描いているんです。しかしこれは友人の写真をも撮っていて、なるほど、はい、ありがとうございます。ではそれでは T さんはここら辺で終わりにして4階の方に回答をお願いします。それでは4階始めていきたいと思います。4階はドリさんからお願いします。はい、学校をお伝えし忘れてしまっていたんですが、今撮影あのカメラでされていますので、まあ、映りたくないという方は、まあ、今からでも近くに映ってしまったと思うのが後でお知らせしていただければ編集でしますのでよろしくお願いします。じゃあドルさんお願いします。はい、お願いします。ドルさんの作品はすごいここからあそこまで続いていると思うんですけど、アトリエだと私同じ隣ぐらいのアトリエがいて、なんか一つ一つ描いてってどうやって展示するんだろうって思ってたんですけど、アトリエは結構狭い空間じゃないですか。で、学内展部屋みたいにやって、飛び台展は結構こじんまりとキュッとして、で、里美術館ではこうまた違った大きな空間を使って展示していると思うんですけど、なんかもうそういう展示の方法って書き始めている時からなんとなくどういう空間にしようみたいなのを考えてたりするんですか？これは本当はあんまり良くないことかもしれないですけど、あんまり展示こう展示しようっていうのを全然考えてないわけじゃないんですけど、明確なものをいつも持ってなくて、割と現場に持ってってそこに合わせて考えるとか、ここの展示も最初はあそこの角まで使うつもりは全くなくて、持ってきてみたら意外と作品多いし、みんなの作品はこっちだけだから、じゃあ私こっちも使ってみるねとかってそのまで考えて作ってます、だからむしろアトリエで描いてる時も描き終わったのを、結構同時に10枚20枚ぐらい同時に描いちゃうんで、そのまんま床に置いとくと床が埋まっちゃうから、出来上がったのからどんどん壁にかけていって、その感じがすごく自分にとって自然だったので、できる限り本当はアトリエの姿の方が自分にとっては自然で、それをなんとか展示空間に持ってこれないかなと思いながら毎回頭を抱えながらやってる感じです。なんかこうドルさんの作品は特に学内展だと部屋にみたいな感じで出てたりしたからそうなんですけど、なんか私的にすごくドルさんがの展示が飾られているというか、とても落ち着く部屋だなみたいな感想を持っていて、なんかその一つ一つに焦点を当ててこの作品をって見ていくよりか、やっぱり全体的な空間とか空気感とかを感じる作品、そういう風に見ていく作品なんですね。
そうですね、うん、なんか学部の頃は結構大きい、まあ、課題のせいもせいっていうか課題の、課題の流れで作ってたので大きいのを 1.2 点作って展示するとかやっても原作で2枚とか3枚とかだったんですけど、なんか1枚でっていうよりも空間を作ることに多分興味がだんだん湧いてきて、日本画だけじゃなくて油絵の作品も作ってみようとか、なんかちょっと立体的なものもあったら面白いかなっていう、なんか自分で部屋、自分の部屋に飾る作品だったりポスターだったりなんかフィギュアみたいなのだったり飾るのもすごく好きで、それと似た感覚で作るのがなんか、やりやすいなぁと最近思ってて、こういう形態になってます。なんか今油絵も描いてみたりとか言ってたけど、なんかその今までは結構学部の時は岩絵の時とかで描いてるイメージがすごい強いんですけど、なんか油絵描こうと思ったきっかけとかあったりしますか？なんだろう、なんだろう、あの私高校の時から美術科の高校で日本画を専攻していて、もう高校1年生からずっと岩絵の具を使って、岩絵の具にすごく興味があって岩絵の具で絵を描きたいっていうところから始まって、大学も4年間ずっと岩絵の具を使ってたんですけど、なんかそれが何だろう、岩絵の具にすごく固執してるなって思い始めてて、で油絵の具、むしろ最初は油絵の具、最初子供の頃通ってた絵画教室とかで油絵の具をやってて、それで楽しかったっていう記憶もあったのか、完全に油絵の作家の油絵の作品作ってる同級生とかへの羨ましさとかもあったり、なんか日本画と油絵の作品が一緒にあってもいいんじゃないかなと自然に思ったのか、なんか最初はなんか日本語の先生方にバレないように家では家で油絵の作品を作っていたりとしてたんですけど、なんかしれっと作り始めてっていう流れでした。別に多分バレても何の問題もないと思うんですけど、なんか気持ち的になんか目の前の作品とかコツとかも絵の中に作品が小さい作品があるみたいな感じなんですけど、なんかそういうあまり絵の中にさらに作品があるみたいな、であんまりね、あそんなになんか見かけないような発想だと思う、なんかそういう発想ってどこからとかどういうふうにしたかったかみたいなのってありますか？多分最初にこういうこっちのこういう形の方を作って、なんかこれ油絵だけで作ってて、この油絵と日本画、油絵の中に日本画が入っても面白いのかもしれないって思った時に、なんか多分開けてみたのか、最初はこれをこういう風に上に並べて、その四角からこう出てって、なんか上にも街が続いてるみたいな感じでも面白いかなって思ってたのが、なんか小永先生に穴開けちゃってもいいんじゃないみたいなポロッと言われたのをやってみたのか、自分で明確にきっかけを覚えてないんですけど、でもこう切っちゃえば同じ平面上だったら急に油絵入れるの難しいけど、切っちゃったらそこはなんかもう別の空間として別の画材使っててもそんなになんか窓が開いてるような感じだったり違う絵が始まってるような印象だったり違和感なくできるかなと思って、なんか飽きました。なんか穴を開けるところにこだわりとか意図とかありますか？位置ですか？位置ですか？いや、感覚、本当はなんか、そう、なんか全て感覚頼りになってしまってて、それはちゃんと理由を自分でつけなきゃ理解しなきゃいけないなと思うんですけど、なんか後から考えてることが多いです。どうしてここに開けたのかなとか、どうしてこうなったのかなって後から考えてます。まだ分かってないことの方が多いです。なんかコンセプトだと家族との写真とか自分で撮った写真をベースにしているって書いてあるんですけど、なんかその写真を使
使い始めよう、写真をベースにしようと思ったきっかけとかありますか？写真が撮るのはすごい 昔からっていうか好きで、写真部にも入ってて高校生の頃、でフィルムカメラで写真撮って、一度撮ったものにもう一度像を重ねて多重露光をしたりとかいろいろ遊んでて、でも何だろう、写真で撮るものの方が、なんか前は絵描くときに何描けばいいんだろうってすごく頭を抱えてたんですけど、写真撮るときはそんな何も考えずにバシバシ気になるものを撮ってて、それで現像されたものを見て、なんかこっちの方が自分にとって自然な感じかなと思って、これその撮ってる写真を撮ってる感覚と絵を描く感覚をなるべく近づけたいなと思って写真を使ってみた。家族写真を見てて、その昔の自分がなんか他人のように思えたみたいなのも、そのきっかけとしてはあって、なんだろう、写真の中の時間をもう一度考えたりとか、なんかいろいろかなっていう。絵見てても、そのすごく、これが家族写真なのかなとか、懐かしいような、思い出に浸れるような感覚がありますよね。なんか自分の記憶に重ねてくれる人がいて、それには結構面白かったですね。じゃあ、ひどりさんの作品とかに対して何か質問があれば。あ、はい。すごい色的に明るい色が使ってらっしゃるんですけれども、なんかこだわりが実はありますでしょうか？ああ、こだわり。こだわり、でも本当に結構自分の好きな色をどっちどって、あ、ここにこの色が欲しいとか、全然下地も描いてなくて、割とその画面を見て、あ、この色あったらいいかなとか、そういう感じで、昔は前はもっと派手な色とか使ってたんですけど、気づいたら、どんどんこんな感じになってました。答えになってるのか分からないですけど。自然とこうなっちゃう感じにしたとしてもさ、なんかすごくこう派手な絵と暗い絵とちょっと違うじゃないですか、独特の柔らかいトーンがね、なんかそれが全体にあると思うんですけど、そういうのはどうですか、今見てどういうふうに思う、特別意識しているものではない、でもなんか派手な色を使うのすごく可愛いっていう気持ちがあって、濁したい、でもあんまりはっきり描きたくないんだと思うんですよ、決めつけたくなくて、その人と寄り添えるとかもそうですけど、それでぼかしていくうちに多分こうなってるんだと。はい、はい、他にあればなければ、はい、ブルさんのお手で終わりにしていき、ブルさんに行きたいと思います。
ペロサの雲はパンプのパンプカの黒髪という鳥です。左から具体的の演出を参考して画面をお願いします。この作品はコロナの時代の中に癒しの物語を心で生命の賛美と祈りを伝えたいです。ハムスターの告白ということなんですけど、なんかやっぱり坊さん的にこの絵の主人公はハムスターなんですけど、はい、このハムスターはこれは何をしようとしているところとか詰めてたりしますか？告白するために何かしようとしている。自分の家にハムスターは3匹入っています。で毎日毎日先生がして、心が癒やしてこの世の中、家族の中に主人公になりたい、お願いしたい。なんかその舞台劇の演出を参考にして見てたと思うんですけど、はい、そのこれは何かの作品の舞台劇の演出をの特定の作品の演出を参考にしたとかではなくて、なんかまあ坊さんが監督として作ったみたいな感じな作品なんですかね。はい、自分で想像して、なんか上の方が暗かったりするのもやっぱりその舞台の暗黙とかみたいな意識があったりするんですか。はい、この坊さん的になんかこの作品で一番見てもらいたいところみたいなのありますか。僕は自分が一番好きな場所はこの長々落ちる部分です。夜明かりの光を出てきて希望と癒しを伝えたい色が、作品の真ん中に置いて応援したい。なんかすごくその坊さんの作品って今までのもそうなんですけど、とてもなんかこう金が印象的に、金色が印象的に見えるんですけど、この金、特にこの作品には見つかれている金には何か意味があったりするんですか。はい、僕は金色は僕の作品の中に金色はエネルギーと生命力の象徴があります。金色を見たら心が明るくなりますとか、作品の中に作品のテーマとして生命力を伝えたいって金色に書いてありました。なんかすごい近くに見るとすごい繊細に見えるんですけど、なんか筆とかでポイントを書いてたりするんですよね。はい、すごい。なんかどうやってもう筆で本当にポイントを書いてるんですか。下の下地は岩井のところで、で流して書いて、一番上は金目で一本一本で 線を表現しました。さっきコンセプトでコロナのもうコロナ禍の中の癒しを求めてみたいな話をしたんですけど、なんかそのコロナ禍でやっぱり自分の書いてる作品で結構コロナ前とコロナになってからとは結構変わったりしてますか。はい、変わりました。どういうふうに。コロナの時代の中にみんな外に出ないでできないで、自分の心からストレスがありますので、そしてコロナからずっと癒しの作品を書いたい。じゃあこれもそういう感じで、はい、いやみんなを癒してくれるような感じの作品としてなんですか。はい、じゃあ何か坊さんの作品について質問等があれば。ないんですか。ないなら質問しようかな。なかったら質問します。作品じゃないんですけど、はい、あなたは大学院を修了したら、はい、この後どんなことをするんですか。サガカスと続けてやりたいです。それを具体的に、はい、日本でやります。はい、日本でやります。うん、
じゃあ頑張ってね。ね、はい、以上です。他に何かありますか。じゃあ、ないようなので、次、3階、北の階に下って、エレベーターや階段に下っていただいて、音楽の寺野さんの休暇で始めていきます。こちらの青木さんの作品を見ていきたいと思います。はい。まあ、向かって左側の絵なんですが、そうですね、左側半分の絵が僕が大学3年生の頃に行ったマルタ共和国というところで撮った写真を元に描いた風景でございまして、で右側の絵がまあ僕のまあご近所さんの風景でございます。それで、まあ、何が意味があるのかと申しますと、やっぱり共通しているのはやっぱりどちらもちょっとやっぱり島国だけあって、やはり港町であることですね。はい、やっぱりなんか港町といっても、やはり僕が住んでいるところだと、今度やはり小学5年生の頃にやっぱり引っ越してきたんですが、そこから今に至るまでもうかなりなんか町並みが変わったように思われます。で、一方左側の丸太共和国の方はやはりなんか昔の町並みをあえて残しているような、そんな印象がとても強いですね。はい、と言ってもやっぱりなんか僕が行った頃の丸太共和国ってなんかすごくなんかバブル期だったそうでして、とてもなんか新しい建物がなんか建てられている、本当に工事している真っ最中の時期でございまして、はい、なんか歴史的な街並みと、あともう一つなんかすごいお金持ちが夏休みの間その滞在するための別荘とかがなんか半々で建てられてる、そんな感じの国では場所だったななんて記憶しております。そしてあと向かって右側のあちらのミクシムというタイトルの絵なんですが、こちらはそうですね、朝焼けというなんか朝焼けをイメージした色合いをバックにして多くの花を描いてみたというものなんです。で、この花を描くにあたってルドゥーテっていうなんか16世紀の宮廷画家の絵のバラの図鑑をちょっと図書館で見つけましたので、それを描いてきてやはり見ながら描いてみたものなんですございますが、まあ、やっぱり僕はそこまで結構やっぱり写実的に描くのがやはり苦手な方なんですけど、まあ、あんまりちょっとルドゥーテにやっぱり寄りすぎるのもなんかどうかなと思いますので、まあ、結果的にあんまり抽象的な花で良かったかななんて思います。タイトルが向かって左側がユナイト、はい、右側がミクシム、はい、で、まあ割と英単語的なあれなんですけど、はい、なんかこうつけた意味みたいなのはあるんですか。意味と言いますと、まあ、こちらの右側のミクシムの方はこの ユナイトと、うん、やっぱり対象という意味でつけられたものを、うん、やはりちょっと絵画的な内容とそこまで大きなつながりがあるかなって今ちょっと疑問なんですが、まあ、左側のユナイトの方は、まあ、異なるやはり景色を12枚結合するという、まあ、そういう意味ではやはり意味としてはやっぱりかなってるかなって思いまして、なんか確か五美大の時にこの作品はやっぱりなんか、つなぎをやっぱり連結をやはり変形することができるものでございまして、確か五美大の時になんかこの状態だと横幅が足りないかもしれないということで、最初縦2列にするつもりだったんですが、で、その五美大の当日ですと、
なんか全然スペースが足りると言いますか、むしろ縦2列にしてしまうなんかスカスカになってしまうということなので、やはりこのまま展示したというエピソードがあります。じゃあ青木さん的にはその順番に特にこう決まり決まってこだわりみたいなのはなくて、もうどういうふうにでも変えられるっていうつもりで書いたんですか？そうですね、まあはい、やはり形をやはり変えられることもやっぱりなんか特徴の一つかなと思います。こちらのミクシムという作品のタイトルの由来みたいなのはあるんですか？ミクシムというのはやはり混ざってるってことですね、やっぱりこっちあっちはとは別に絵画空間といいますか、やっぱりなんか一枚絵の中に全部描いたっていう感じだと思います、ピアノユナイトっていう向かって左側の作品の一つ一つ、まあ、見ている場所だったりとか街並みが違うと一個一個違うと思うんですけど、それぞれに思い出とか、思い出みたいなのがあったりするんですか？そうですね、このマルタ共和国の方は、左から2列目の上とこの一番下の部分ですね、こちらは僕が、滞在したホテルのあったところのあったところに近い街並みだったんですが、マルタ共和国は本当にすごい、まさにリゾート地中海のほぼ真ん中にある、観光業の国でございまして、でそこの海に面した部分の街並みにはもうずらーっと飲食店が並んでいまして、それはとてもちょっと驚きましたね、はい。一方、まあ、僕の住んでる街っていうのはもうずっとまあ会社ばっかり並んでるんですよ、なんか2つこの左と右で、結構こっちは街並みとかだったりこっちは花とかだったり結構違うと思うんですけど、やっぱそれを描いていく上で違いとか意識してたりしたんですか？そうですね、やはり左と右では確かにね、全く別のものを描きたいなっていう思いは当初からあったんですが、やはり描いていく上でやっぱりもっととてもすごく強く思ったのが、やっぱりこちらは無機物でこちらは有機物だなっていう感じですね、とてもやっぱり建物のやっぱりなんか無生物的な感じっていうのがやっぱりなんか生命感がない感じっていうのは、でもそれでもやっぱり人間が作ったものですので、やっぱりなんかダイナミズムというかなんか躍動感をちょっとエネルギーをちょっと感じるんですが、やっぱりそういうのはなんか自生的なんか自発的に生きてる生き物とはやっぱりなんか見え方が全然違うななんてそんな感じがします。こちらの作品ミクシムという作品はなんか朝焼けのって言ってましたけど、もうなんか結構まだ暗い太陽が昇り始める前みたいな感じなんですかね、時間的に。そうですね、はい、朝焼けってどんな色なんだろうってすごくやなんか見てるのにどういう色なのかがなぜか感じ取れないっていうことがあって、すごく困った時期がありまして、でも最近やっぱりだんだんやっぱり見ていくうちに、あ、なんかちょっと紫がかってるのかなとか、そういうふうに感じることができたんですが、それでまあちょっと紫っぽく間に紫っぽい色を入れてみたりしたんですけど、なんか上の多分空を朝焼けの空を表しているので、結構割と3層に分かれているように見えるんですけど、なんかそういう分けたのは意味があるんですか？そうですね、まあ、本当にリアルな空ですと、紫からだんだんなんか紺色というか暗い青になんかグラデーションがかかっているとは思うんですけど、まあそういうそれよりもなんかバッチリ色に決めなんかこういうなんかしましまみたいに、一見しましまみたいななんか色に分けるとなんか。すごくなんか平面というかなんか、平面的というかなんかそうですね、なんか架空の世界って感じで、
それはそれでまあ、うん、味わるかなとやっぱり思いました、うん、なんか私は学部から青木さんと一緒なのでなんかあんまり花を描いてるイメージってそんなに多く持ってないんですけどこれは割と真新しい花を描くみたいな試みですか、うん、そうですねあまりなかなかやっぱりそう花はそれまでやっぱり今年に入ってからやっぱり花を描きたがりになったんですけど、うん、そうなんです。なんか花を描こうと思ったきっかけとか花を描いた意味みたいなのはあるんですか？花に込められた意味。やっぱ花鳥風月といいますかやっぱり何か美しいものを美しい自然由来の美しいものを描くとやっぱり一番強く感じたのが花だったからだと思います。やっぱり直接的にやはり、うん、あの街並みとか見てやっぱり一番よく気にするのは花のあるなんか方法とかですよね。やっぱり、うん、そういうのなんか、うん、僕の美的感覚が近いのかなみたいな、うん、じゃあ秋さんの作品とかについて何か質問があれば。ないですか。大丈夫ですか。する。みんな一人誰も言わないとね、あのなんか寂しいじゃん。しましょうか。じゃあお願いします。あの左の作品についてなんですけど僕ちょっと見た時の印象は例えばあの観光写真を例えばデジカメとかパソコンで撮った時 の、 あのサムネイルの画像みたいなねそういうイメージを受けたんですよね。あと例えばネットで検索すると画像検索でやっぱサムネイル出てくるじゃないですか。なんかそういうイメージがあってすごく現代的な感じがして面白いなっていうふうに思ったんですけどすごく気になるのはあの左右の縦列左右の作品がスクエアのパネルで組んでて真ん中2列が多分 F だと思うんですけど F のパネルになってるっていうそのサイズ感の違いって何かあるんですか？そうですねやっぱり、はい、そうですね、よりやっぱり背景としての広がりを見せたいと思うのなら、真ん中のようなちょっと横長のパネルで、で、建物の方にやっぱりもうちょっとクローズアップしていきたいと思うのなら、やっぱりなんか正方形のパネルというは、パネルによってやはりなんか風景の見せ方はやっぱり違うんだろうなって、まあ、それはとても面白いとは思いました、はい、いろいろ組み合わせてなんかゴミ台の時僕ちょっと見てないんですけど、組み合わせを変えて展示するっていうのもありなわけ。そうですね、はい、それもありだなと。あとはそうですねやっぱりパネルを組む時考える時にやっぱりちょっとこちらの横幅が同じものだということをやっぱり知ったのでそれだと全部同じ形よりは、形が違ってかつやっぱりちょっと均整が取れるこちらの方がいいかなって思いました。ありがとうございます。他に質問ありますか？なければ次ティラノさんの作品に移りたいと思います。よろしくお願いします。じゃあティラノさんの作品始めていきたいと思います。ティラノさんのこの後期 の作品のタイトル待つっていうタイトルですけどなんかその待つっていうタイトルに込められた意味みたいなのはあったりするんですか？そうです、あの松の木の松と待っているっていう動作の松をこう言葉すみたいにかけて制作します。すごいこの私も同じアトリエで描いてたんですけどすごいこの大きな作品を1年間かけて描いてたと思うんですけどやっぱりいつも、はい、そんなに大きな作品を1年間かけてっていうことは多分今までなかったと思うんですけどなんか大
しますか。そうですね、結構こう去年ぐらいから1年間かけてやろうとは考えてたんですけど、やっぱこうやってみると結構構図とか、うん、結構こう横幅なので大変だったなっていうのがあります。なんかそのタイトルでこう言葉遊びできて、そのコードの方の松と木の方の松を掛け合わせたと思うんですけど、なんかそれを考えついたきっかけとかあったりしますか。そうですね、なんか、うん、こう初めはこう大きい木を描きたいなっていうので松を選んだんですけど、まあ、その時にこういうのこの動作の方もあってもいいんじゃないかなって、うん、じゃあ松の木を最初にイメージして、そこから待っているバス停とかを待っている女の子みたいな感じで描いたんですね、はい、やっぱりなんかこれだけ大きいと多分一番この中で大きい作品だと思うんですけど、なんかこれだけ大きい作品を描こうと思ったきっかけみたいなのがあったりしますか。うん、やっぱりなんかこう6年集大成みたいなことを一回やってみたいなっていうのがずっとあったので、一回こう長期間かけて書こうと、すごい。私は隣で見ていて、これだけ大きな作品を1年間かけてなんてすごいなって思ってでなんか平野さん的にこれだけ大きな作品が大きな作品だとすごい見どころもいっぱいあると思うんですけど、平野さん的に一番ここを見てほしいかもみたいな見どころとかありますか。そう、まあ、全体を見てからこうでもこう小っちゃいものが結構多いので、その人とか小さい人とかをこう見てもらえるといいかも。なんかそのキレイカーの方に柴犬かのワンちゃんがいたりするのは、犬を持つ人が手が連れててみたいな意味はあったりするんですか。うん、そう、最初は持つ人に帰ってたんですけど、なんかあんまりちょっと作品の構図的な話になっちゃうんですけど、まあ、なんかあんまバランスが悪いなと消しちゃった。ワンちゃんも待ってたりかなっていうみたいな感じ、そう、じゃあ何か平野さんの作品に対して質問等があれば、じゃあどうぞ。これ最初見た時に木が主役だなって思ったんですけど、その次に人物ってすごく強いモチーフがありますよね。だからあこれ最後見た時にこの人が持ったスマホの先の世界でこうその人の妄想が混じってこういう木の世界ができたのかなっていうふうに見たんですけど、割と寺野さんとしては話を聞いてると木があってその中に人がいてっていうのがそういう木が中心の世界観ってことで書いたんです。そうです。でもそのスマホの中の世界こう妄想とこう混じってる感じでもしたいなって、こう、こういう人工物とかも出たりしました。割と総合鑑賞的に、あ、そう、他に何か問題あれば、建物、例えばセブンとかコンザやあと幼稚園とかすごくなんか生活の中になんか見える景色なので、それは自分の日常生活で見える景色をあのモチーフにして描いてたものなんですか。そうですね、結構地元の風景を参考にしたり、何か他に聞きたいことありますか。じゃあなければこれでギャルリートーク午後の部を終わらせていただきたいと思います。
もう終わってんだけど、ちょっと感想とちょっと立島さんにお伺いしたいことも、はい、そういうのあり。あ、大丈夫です。どうぞ。今日は、あ、すみません。今日上の階から見せていただいて、まあ、他というか、今いくつか学生いろんなところで展示してきてるわけですけど、学内だったり、美術館であったりね、でこっちに来て、であれ割とよく見えるなっていう率直な印象です、ここだと。で、美術館としては、まあ、狭いというか低いというか、でまあ、画廊としては広い。でもこういう例えば日本画系の作品だと結構横長の作品があったりとかで、これ縦の作品がどんとはどうにもならないですけど、なんかそういう光の条件とかちょっとオフィスっぽい空間ではあるんだけども、なんかここで映える作品っていうのもあるんだな、まあ、それほど学生たちはここのために計算して作ったわけではないと思うんですけど、なんかそういう感じがどうですかとても面白いなとちょっと聞いたんですけど、あとそれと立島さんご自身が、まあ、いろんな全国の美大であったりとか、まあ、今までもいろんなもう何年にもわたっていろんなところで見てきて、で今年みたいなコロナみたいな状況でこういう美大生のやってる仕事と、この今回のむさびの大学院の学生がどんなふうに見えたかっていうのを最後にちょっとお聞かせいただければなと思いました。あのね、里美術館で飾るとみんなよく見えるんだよ。そう、ね、それ不思議なんですけどね。なんかね、里美術館マジックと最近言われてるんですけどね、あの背が低いんでね、先ほど真島先生おっしゃられたように横の作品はやっぱり映えますよね。映えるのと、あとはね、その色だと思うんですよね。あの空間の色っていうのはちょっとうちはあのあえて暖色系 の, あの LED を使ってるんですけれども、これあの4社ぐらい、その当時もう7、8年前になるんですが、あの4社ぐらいあの里美術館のコレクションに合うあの LED の, あの会社とそれから色温度のものを見繕って、それで全部比較してこの照明をチョイスしてるんですよ。ですから意外とその岩絵の具とかその和紙って光吸収するじゃないですか。それにその合うものが比較的選定されてるっていうのもおそらくあの一つのファクターじゃないかなっていうふうに思います。あとは今回に関しては皆さんその照明をね、あの個々の学生さんたちであのやっていただいてて、意外とみんな頑張ってたんで、あの自分の見せたいところ、それからあとはあのあんまりあのなんだろう、我々学院だと基本は作品にまんべんなく当てるっていうのを基本にしてるんですが、やっぱりあのなんていうのかな、自分自身の作品のそのオリジナリティとかアイデンティティをそのちょっと照明の糸に入っている部分があって、それの面白さみたいなものが展示の空間 には出てるのかなっていうふうに思いました。それからあと真島先生の後半の質問に関してなんですけど、ちょうどあの僕ちょっと Facebook とかインスタにも書きましたけれども、東日本大震災の時からこのむさびの展示っていうのは里美術館で始まったんですね。でその時に、イベントがちょうど初日だったか2日目かなんかにあって、その翌日に震災だったんですよ。それで音番の人が来てたりとか、それからあと、いろんなあの来館者も何人かいて、まあ、そういう人たちをあの、自宅に返すのに結構大変だったななんていうのを毎年必ずあの思うんですけれども、まあ、では12回ぐらいあのみんな見ていて、まあ、あのそれぞれ昔はね、玉美とか、それから玉美は結構カラリストが多くて比較的明るい作品が多いとか、それからあとは芸大はあの非常にあのなんていうかな、画面構成がうまくって、で絵の具の使い方も上手とか、でむさびはどっちかっていうと暗いとか、そういうのがあったんだけど、だん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 それがなくなってきてるよね。だからなんかね、そのいい意味で大学のカラーっていうか、そういうのがあの全部なくなってきてて、で
なおかつ留学生がここのところたくさん入ってきてるので、まあ彼らとのお互いの何て言うのかな、精神交換というかね、そういうものも多分皆さんの中で行われている部分もあるんで、何かまあ、お互いにいい部分をね吸収し合うとかさ、そういうふうなそのコミュニティができてるときはなんかすごく気持ちのいいことになってくるんだろうなとかっていうふうなことは思うね。なんかまあむさびらしさっていうのはあるようでないのかな、ないようであるのかなっていうふうなところは見える。で、今回の作品に関しては皆さんやっぱりね個性があって、まあちょっと似てるなとかっていうのがたまにあるじゃん。先ほどさ司会の方も言ってたように、同じアトリエで描くとやっぱり強い作家に引きずられちゃうみたいなね、そういうのがあんまり見えないところの良さっていうのが今回はあるんじゃないかなっていうふうに見てる。だから個々のやっぱり作品の自分の良さっていうか、その自分がやっぱり言いたいこととか表現したいことをやっぱりきっちり書いてるっていうところが、まあ、良かったな、見てて気持ちがいいなっていうふうには思って見ていました、ね。で、作家になりたいってね、続けたいっていうおっしゃってるけど、僕心配なのは、まあ、日本人の方もそうですけど、留学生の方がやっぱりこのまま帰っていってね、帰国していろんなことをやるのももちろんいいんだけど、また日本でね発表をしていただけるとすごく嬉しいなっていうふうに思っていて、まあ、外美術館でやるっていうことの、まあ、メリットってどこなのって言われた時に、やっぱりまたこれがご縁になって今後も何か関係が構築できるっていうふうなことが僕たちにとってもいいし、皆さんにとってもプラスになるように僕たちもまあ頑張ってるつもりなんで、ぜひこれをご縁に毎年毎年ね新しい方は出品されるんだけれども、今期の方もぜひ何かこれがご縁になって、なんかまた来年再来年またその次っていうふうにつながるような関係性が持てればいいかなっていうふうに思っています。ありがとうございます。はい、では以上をもちまして、ギャラリートークを終了させていただきます。長時間お付き合いいただきありがとうございました。